あら、もう顔パスになったの？だとしたら私のおかげじゃない？ああ、話せたんだけどね、ミブさん。なんていうか、私にすごくよそよそしくて、結局肝心なことは何も聞き出せなかったわ。ごめんなさい。ただ気になることを言われたの。いつまでそんな猿芝居を続けるつもりだって。さあ、思い当たらないけど、私巫舞さんに何か悪いことしたかしら。まさか。ちょっと大人をからかわないで。ほら、高校生が来るようなところじゃないんだから。用が済んだら帰りなさい。おはよう。ごめん、今日。なんでもない。どこで待ち合わせようか。わかった。あのさ、やっぱいい。Thank you.
綺麗でしょ、風車。あそこ。見て、ステージ横。上白家の挨拶は毎年恒例なの。去年までは上白藤一郎がやってたけど。皆さん、こんばんは。上白堂の上白巫舞です。上白家が読み人を退治したという、あの伝説の年から、今年はまさに記念すべき100年目。その上白家が長年にわたり愛し、そして育ててきたこの御果町に、今年も夏祭りがやってきました。上白、引っ込め。そうだそうだ、上白の自慢ばっかりしやがって。ここはお前らの町じゃねえやってんだ。上白、引っ込め。早くニカレー出せ。まゆみちゃん、みぶさんが連れてった。こっち。まゆみちゃんも一緒だと思う。大丈夫。行き先なんてそんなにたくさんない。この方向なら、上白邸。どうする？こっち。近道。走るの苦手。どうしてミブさんはマイミちゃんを連れ回してるの？
いい関係ね。とにかく呼び出してみたら。これはこれは、どうされました？めでたい祭りの日にお二人揃われて。はて、意味がわかりませぬな。身勝手な妄想、そして無礼な教養。残念ながらご期待には添えかねます。随分と物騒なことですな。不法侵入されると申されるならば、不肖この服部を倒してからにしていただきましょう。このおじいさん強いの？そうね。そうでございました。通りたいんだけど、私にも手を挙げるつもり？神城家のためとあらば。仕方ない。ん？何か武道などをたしなまれておられましたかな？英検三級。失礼しました。では多少の手加減で。ご親切に。待ちなさい、服部。ん？友人たちに手を挙げるなんて、この私が許しませんわよ。さや様、お言葉ながら彼らがこの神城邸に押し入ろうとしているのでございますぞ。だからといって暴力を看過するわけにはいきません。そこ、何かおっしゃられました？服部、控えなさい。承知いたしました。ありがとう、服部。お二人とも一体どうしたというのですか？夏祭りはよろしいのですか？え、兄が…さや様、今夜は夏祭りに駆り出されていて、神城邸は人手が手薄なのです。子供のざれごとに惑わされて不審者を入れてはなりません。した。お入りください。さや様。悪いけど私はこれで。自分に関係のないことにこれ以上首を突っ込みたくないの。だからここまで付き合ったでしょ。それじゃ。ミユさんらしいですわね。さあ、早く。兄の車ならガレージよ。向かって左にまっすぐ。面倒だわ。私についてきて。まったく、さや様は。たくましくお育ちになられている。さあ、この服部製造、これ以上の不審者を神城邸に招くわけには。お一人頼むぜ。話してよ。マイミ姉さんですわ。そこ。俺にそんな態度を取っていいのか。困るのはそっちだぞ。もう嫌。こんなのもう。待て。こいつ、舐めやがって。
離せ、このよそ者が。お兄様、これは一体どういうことですか。お前になぞ答える必要などない。俺に触るな。ったく、どいつもこいつも俺はただの金づる扱いか。お前はあの女の同居人か。アバズレと一つ屋根の下、さぞ楽しいだろうな。サヤ。お兄様、叩く方にも痛みはあるのです。ここは私に任せて、あなたはマイミ姉さんを。さよ。来ないで。あんなところ見られたくなかった。あんたには関係ないことだから。あの男が、身分が何度も言い寄ってきて、私触られるのも嫌で。されてないよバカ、そんなの聞くなよ。ちょっと腕が痛いけど、権力さえあれば何でも好きにしていいって、きっとそう思ってるんだよあの男。言いたくない。言い方ずるい。違う、ずるいのは私、言い出せなかった私の方がずるい。巫舞が私に目をつけたのには理由があるの。それは後ろ。ドイツだ。わからん。二人ともそうかもしれん。二人ともか。
確かにそんな年もあったが、見た目ではわからんからな。いつ我々に牙を抜くのかも。ちょっと、私たちが何をしたって言うの？するんだよ、これからな。おい、相手にするな。放っておけ。こいつら、睨んでやがる。黙らせてやる。やめな。お前、こいつらの肩を持つ気か。嘘。高めは言っていた。読み人は。失礼した。わからない。けど、また思った男、私、どこかで、気のせいかも。この名は、取れない。ねえ、あれ？あんたたち、どうしたのそれ。よかった。連絡があったのよ、アニメナウから。上城邸に行ったら禁足地に入ったらしいって聞いたから来てみたら。あんたたち、こういうプレイが好きなの？助けてやってるんだから、愛想笑いくらい返してほしいもんだね。気をつけてください。私たちを縛った人たちが、まだ周りにいるかも。さ、説明してもらおうか。は？ホタル？この時期にホタルなんて。黒い影、何か小声で話してたんですけど、読み人って言ってたのは聞こえました。読み人か。
この町にはまだ読み人の存在を真剣に信じている人がいるからね。まあ、その怪しい連中については私が調べておく。しかしあんた、ずいぶんあの御曹司に気に入られてたものね。ね、どうする？訴えるってのも手だぞ。そこまでは。そう。じゃあ私が立ち入る話じゃないね。あとは私に任せな。送ってやるから、今日は帰れ。こんなにあると持っていく気も失せるから、私はいいわ。ちょっとずつね。今日は院長先生も一緒だから。うん、ありがとう。お姉ちゃんは？ココナちゃん！してたんだよ、ずっと。うん、伝わってたよ。ココナ、ずっとお姉ちゃんの声を聞いてた。ココナちゃん。ううん、すぐに行かなきゃいけないの。これからまだ病院で頑張らなきゃいけないから。そうだね、ちょっとずつ良くなっていこうね。で、元気になったら一緒にバーベキューに行こう。うん、絶対だよ。また病室にも遊びに来て。もちろんよ。ココナちゃん、ありがとう。え、お礼を言うのは私の方だよ。いいの、言わせて。ありがとう。ココナ、行きますよ。はーい。じゃあね、お兄ちゃん、まゆみお姉ちゃん。ちょうど呼びに行こうと思ってたんだ。じゃーん、浴衣だ。夏祭り全然楽しめなかったからやり直そうかなと思って。そんなの後回しでいいでしょう。宿題はいつでもできる。でも16歳の夏は二度と来ないね。花火あるからやらない？綺麗。夏といえばこれでしょう。線香花火は夏の季語なんだぞ。テストに出るからな。
ねえ、知ってる？線香花火って、始めから終わりまでの変化を4つの草花で表現するんだよ。火をつけて、先っちょに火の玉ができるまでをボタン、そこから大きく激しく火花が散るのを松葉、消えかかって火花が流れて落ちるのを柳、そして消える間際に一瞬激しく燃え散るの、その瞬間を散り菊。昔の人は花火の灯火の中に人の一生を見たの。闇の中で儚くて美しいその一瞬の光に。私ね、まだ言ってないことがあるの。うん、だから今言っていい？笑わないで聞いてくれる？読み人よ、今宵だけは安らかに。月岡光は私。ごめん、言うつもりもなかったんだけど、あんたが月岡光を褒めるもんだからますます言いづらくなっちゃって。去年の夏、ラジオ局で短期のバイトがあったの。女子高生の座談会みたいな番組に出て、お小遣いが欲しかったの。ただそれだけ。だけどその時に番組のプロデューサーに声をかけられて、新しい番組を作るから参加しないかって。よくは、最初は本名でやってくれって言われたんだけど、私こんな性格だし、名前も顔も伏せてやるんだったらって条件で始めたの。よくわからない変な番組だったし、すぐに終わるかと思ったんだけど、まさかこんなに人気が出るなんて思わなかった。上白巫舞に会ったのは去年の暮れくらいかな。上白堂は番組のスポンサーでもあったから、プロデューサーに会うように言われて仕方なく。当時はとても紳士的だったんだよ。一緒にご飯を食べたこともあったけど、私が素性を隠していることにも理解を示してくれて。それが最近になって突然呼び出されることが多くなったの。最初はホテルのラウンジで会ったりするだけだったんだけど、仕事先にも付き合わされることがあったり、多分自分の仕事ぶりを見せつけたいんだろうけど、正直言って私には逆効果、興味ないし。番組のプロデューサーに相談しても、上白堂は大事なスポンサーだからなんとか頼むよって逆にお願いされちゃってさ。ここしばらくはホテルの部屋に連れて行かれそうになったり、先日はお前が月岡光であることをバラすとか卑怯なことを言われるようになった。それで夏祭りの日は家にまで連れて行かれて、強引で本当に嫌だったけど、素性を隠すなんて弱みを握られるようなことをしていた私が悪いんだって思ってた。軽い気持ちで始めたバイトだけど、そこから抜け出せない私がいて、ファンレターもたくさん届くようになってね。私怖くなっちゃって、みんなの熱を抱えきれないって。ココナちゃんからの手紙も読んだ。だけど手術を控える女の子に頑張れだなんて、そんな無責任なこと私には言えない。だからますます月岡光は別人物だ、私じゃない。この街を飛び交う電波の中にだけ存在するもの。そう思うことにしたの。だ
けど。すごく迷った。だけど月岡ひかるとしてココナちゃんに少しでも勇気をあげられるなら、それはココナちゃんから教えてもらったの。ラジオを聞いているみんなに、少しでもいいからこの人生を頑張ってって伝えるんだって。私にはできないけど、月岡ひかるにできることがある。前に言ってたよね、目の前で起こる全てのことに意味があるって。だったら私に与えられた月岡ひかるという分身にも意味がある。そして私の前に現れたあなたにも。嬉しい。ん？あ？は？の狭い海は俺の夢。それでもう一回言い直してみよっか。はい、どうぞ。いいじゃん別に。どうせ告られるなら私の希望するワードで欲しいじゃん。はい、もう一回。あのね、それはこっちのセリフだからな。大体あんたが鈍感だから言うつもりなかったのに私から告っちゃったんだから。うん、こっちだってドキドキしてたんだから。